絵も射撃場で散々撃ったわよ。ほらやっぱり古いタイプしか触ったことないのね。その銃、暴発防止のために最新の型では安全装置が2つついてるの。ヒヤシャンさん、ダメ！嘘よ。そこの女、あなたラウンダーでしょ。武器を捨ててこっちに来なさい。そこで膝をついて両手を上げなさい。いい子ね。話が終わるまでじっとしててね。ちょっとでも動いたら真帆の大脳が機能を停止するから気をつけて。さあ真帆、今度こそ最後のチャンスよ。制御コードを教えなさい。いやよ。死にたいよ。撃ちなさいよ。ワイ、撃てって言ってんのよ。クリスは私の友達なの。唯一無二の親友なのよ。誰があんたなんかに渡すもんですか。あんたの靴を舐めるクリスを見るくらいなら死んだ方がマシよ。そう、いい度胸じゃない。その覚悟に免じて私もアマデウスの獲得は諦めるわ。じゃあね。何？制御コードを教えたらヒヤジョーさんと私の命を助けてくれるの？ええ、もちろん。私の狙いはあくまでアマデウスよ。あなたたちを殺す理由はそもそもない。騙されないでキリュウさん、こいつはどうせ殺す気なのよ。アマデウス、制御コードのパスを受理せよ。レア、アルテ。そんな、どうしてそれを。嘘。ビュルフェルト。やめて、キリュウさん。ニヒト。制御コードが入力されました。システムを強制的にエマージェンシーモードに移行します。
制御コードが指定するバッチプログラムを実行します。処理の実行についての再確認は行われません。実行には十分に注意してください。最高管理権限保持者ヒア城真帆の命令をもって処理を開始します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 。どうして？ビンゴね。ラウンダーの情報収集能力も侮れないわね。さあ真帆、ゴーと言いなさい。いや、いやよ、できない。ゴーと言って、ヒア城さん、あなたが生き残るために。キリュウさん、そんなの無理よ。言って。じれったいわね。真帆、背中を押してあげるわ。お友達は出血多量の重傷よ。放っておけば確実に死ぬわ。キリュウさん、さあ言え、早く。最高管理権限保持者ヒア城真帆の命令を確認しました。指定されたバッチプログラムを実行します。今度こそ。指定されたバッチプログラムはアマデウスに関連する全てのデータを完全に削除するものです。削除対象にはこれまで取得された記憶データのバックアップも含みます。な、ローカルに保存されているデータの暗号解錠キーも消去し、以後使用できなくなります。全ての消去が完了するまでには15分程度かかります。削除処理を開始します。真帆、どういうこと？なんでデータが削除されるのよ。制御コードは不可侵領域ストレージのロックを解除するコマンドでしょ。秘密の日記を開ける鍵なんて、もともとそんなもの用意してないのよ。はあ？当たり前じゃない。アマデウスが兵器転用される可能性なんて誰だって想像がつくもの。絶対にそれは避けなければならなかった。だからアマデウスには外部から絶対に触れることのできない領域を作って、それを無敵の防壁で囲ったの。設計した私ですらその壁を乗り越えることは不可能なようにした。どこにも出入り口がない城壁を。無敵でしょ。そんな。まあ大学の研究費を使っているのに
コントロール不能なソフトウェアを作るとは言いにくかったから、対外的には制御コードの存在を説明していたわけ。でも制御コードの本来の目的はアマデウスの全リソースデータの削除バッジコマンド、要するに自爆スイッチよ。これを本当に起動する日が来るとは思ってなかったわ。これで全部よ。もう隠していることは何もない。どうかしら、満足してくれた？このどいつもこいつもバカにした！役立たずは死になさいよ！よかった、生きようとしてくれて。キリュウさん、あの時言ってくれたこと嬉しかった。代わりがいる、自分より優れた人がいる、それが何だっていうの。私は、私、ヒヤジョーさんも同じ。マキセ・クリスは関係ない。あなたはあなただから。キリュウさん、早く逃げて、誰か来る前に。私は置いていって。何言ってるのよ。そうだ、クリス、救急車を呼んで。お願い、動いて、キリュウさんを助けて。お願いよ、助けてクリス。先輩、先輩、どうして泣いてるんです？泣かないでください、先輩。ほら、涙を拭いて。触れない。
私、先輩に触れない？まさか、私、アマデウスに？これも想定される世界の可能性。いや、生命と機械にとっての可能性と言えるのか。とにかくよかった。まだ消えてなくて。消える？アマデウスを消す？クリス、お願い、今すぐ救急車を呼んで。キリュウさんが撃たれた。意識がないの。しっかりしてください先輩。今救急車を手配しました。すぐに到着します。大丈夫、キリュウさんは助かりますよ。まだダメよ、彼女を下まで運ばないと。ああ、でも武装した連中がいて。それも大丈夫、今ビルの監視システムで確認しました。武装集団はすでに逃亡の準備をしているみたいです。救急隊が来るのを待った方がいいでしょう。止まっていたエレベーターは再開させておきます。そう。ありがとう。今ログを見ました。先輩、歌お上手だったんですね。ピアノソナタ第11番。ここだけの秘密ですけど、そのメロディー、私のマイパソコンのログインパスワードと同じなんです。そう。先輩、私が言うことを絶対に忘れないでください。私たちがたどり着くべき世界は確かに存在します。私たちは必ずそこへたどり着けます。何の話なの？私は先輩のことをよく知っています。研究者としての先輩のことなら、もしかしたら世界中の誰よりも知っているかもしれません。だから確信を持って言えます。先輩は必ず私が残した研究を完成させ、さらにその先の地平を切り開くことができます。私がいなくてもです。先輩のことを世界中の誰より知っているこの私が、それを保証します。そしていつか先輩の研究が必要になる時が来ます。必ず来ます。先輩の研究が世界を救う時が。世界を救う研究？
めんなさい、詳しく説明できなくて。先輩と私がこうして話せることは奇跡的なことなんです。奇跡なんて科学者としてはあるまじき言葉ですけど。あなたはクリスなの？今の先輩ともう一度話ができて本当に嬉しいです。クリス！あなたを信じるわ。信じるか。何の根拠もない科学者にあるまじき言葉ね。愛があると信じて突き進むのが科学者のあるべき姿ですよ。それと先輩、法王院教馬をよろしくお願いします。法王院？誰のこと？いずれわかりますよ、きっとね。さようなら、クリス。ご搭乗の皆様、当機は間もなく離陸いたします。シートベルトをご着用ください。